新国倉橋津久井広域道路は、神奈川県相模原市緑区橋本五佐路交,路交差点から、中央自動車道相模湖インターチェンジ付近に至る都市計画道路及び高層路線である。津久井相模原連絡道路として、地域高規格道路の候補路線に指定されている。旧津久井地域と旧相模原地域との連絡や、周辺道路の交通渋滞の緩和を図るとともに、 首都圏中央連絡自動車道相模原 IC へのアクセス整備としての機能を有し、県北地域における産業、経済、文化の発展のために重要な役割を担う道路である。1997年により、神奈川県が都市計画決定を受け事業を進めてきたが、2010年から旧津久井地域の4町を九州合併し、政令市に移行した相模原市が事業を引き継いだ。 県王道、相模原 IC へのアクセス整備として、橋本五サロ交差点から、東金原交差点までが、都市計画決定され、一部区間で整備完了している。新小倉橋及び勝瀬橋は、津久井広域道路の一部として開通した。また、東金原交差点から国道412号との交点が、都市計画道路上山津久井線を延長する形で、組み入れられた。 しかし、相模原市は、緑区町だけの神奈川県道513号を取りや、川尻線との交差点まで、優先的に建設を進める一方で、これより、西の計画路線区間約12キロについては、山間地を通り工事費がかさむトンネル区間もあるため、市の厳しい財政事情もあることや、旧津久井町に計画する進化相場をめぐり、 地元住民が要望した、広域道路沿いの進化相場設置を、財政上困難とする理由で、当分の間、事業着手できないとの判断を示している。津久井広域道路整備事業について円滑な、整備実現に必要なものとは国土交通省、関東地方整備局ホームページ AB 相模原市、津久井広域道、延伸12キロ当分見送り財政難を理由に、 神奈川毎日新聞2017年5月1日。ありがとうございます。